日本の詐称政策では、日本国政府が日本に渡航しようとしている、外国人に対して行っている、詐称政策について記述する。原則として、外国人が日本に入国する際には、出入国管理、及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに、日本政府によって発給された詐称を受けたものを所持しなければならないが、 当日の68の国と地域の国籍者については短期滞在に限り詐称免除措置を行っている。日本政府が詐称を免除している国と地域の一覧日本の詐称日本の入国証印と出国証印。現在、日本政府は以下の70の国と地域の国籍者に対し短期滞在詐称の免除措置を実施している。なお、日本政府は一般旅券所持者だけでなく、 外交、公用旅券所持者に対しても短期滞在査証の免除措置を実施しているが、太地の国と地域は一般旅券のみが査証免除の対象となっている。また、イランに対しては一般旅券所持者の短期滞在査証免除措置は停止中であるが、外交、公用旅券所持者のみ短期滞在査証免除措置の対象となっている。 6ヶ月以内の滞在が認められている7つの国の国籍者が90日以上日本に滞在する場合、在留期間満了前に入国管理局で在留期間更新手続きを行う必要がある。90日以内90日以内以下の国も査証免除措置の対象国であるが、前もって日本の在外交換で査証を取得することを干渉する国である。を取得で、 日本に入国しようとした場合に厳格な入国審査を受ける国現在、日本政府は下記の41の国々の外交、公用旅券所持者に対して外交、公用詐称の免除措置を実施している。なお、太字の国は一般旅券の短期滞在詐称が免除されていない国である。ヨーロッパいずれも一般旅券所持者が対象である。旧ソ連圏 ABC 外交、 公用旅券所持者に対する外交、公用ビザ免除国 IC 旅券を所持し、渡航前に、日本の在外交換で旅券を登録し、ビザ免除登録証シールが重複された旅券の所持者のみ、免除 ABCDIC 旅券所持者のみ免除、香港特別行政区旅券所持者及び、英国海外市民旅券所持者のみ免除、マカオ特別行政区旅券所持者のみ免除台湾の居住者で、 中華民国国民身分証の統一番号が記載された中華民国旅券所持者の未免除最近のビザ緩和外務省日本入国詐称手続きの概要外務省。ありがとうございます。